町はいつ来るか分からない災害の脅威にさらされている防災環境都市仙台としてのこの基本的な認識をこれほど痛感する元日はございませんでした仕事始めに合わせ郡仙台市長は幹部職員およそ150人を前に訓示しました冒頭、郡市長は能登半島地震について触れ 全国からの支援で復興を成し遂げた我々には、東日本大震災の経験や知識を活かして、被災自治体のため貢献する責務があるなどと述べ、被災地への支援に力を入れるよう指示しました。仙台市では現在、水道局の職員を新潟市に派遣していますが、今後も被災自治体からの要請に応じて職員の派遣などを続けるということです。